ミスターシモです。はい、ザミックです。続きましてミックさんの買ったボックスの方、ね、はい、開封お願いします。はい、はい、ね、もちろん当たりがそうですね。さっきね、シモさんの、AJ が出ましたので、私 AJ 出しました。やっぱりね、蝶野がね、キラキラの蝶野が一枚もなかったので、そうなんですね。今回はね、何かしらの形で蝶野出したいですね。天山でんじゃねえかな。天山。まあ天山ね。まあそうですね、そうそうそう、好きですけど、はい、やっぱね、このね、段のね、まあ、メインはね。蝶野です、うん。なんつっても蝶野。僕たちからしたら蝶野です。でね、この蝶野の SP か AJ の SP 上げればね、当たれば私ね、叫びます。もうあれですよ、もう蝶野の SP とか出たら、はい、もうミックさん大変だろうけど動画やってくださいね、もう蝶野対ミックそうですね、その時にはね、そうです、はい、じゃあまずは行きましょう。 PR カード、ここでね、まず運が、そうですね、運というかね、この流れが分かりますからね、大体、はい、中西じゃ今回キラー合うんですか。いや、どうなんですかね、それ分かんないですよ。あー、来たー、はい、ふざけんじゃねえぞこれ、しかも蝶野キラーなんだ。あ、本当だもういきなり、もういきなり乗ってますね。ガッデーブ。アイム蝶野。はい。はい。ちょっと、あ、これキラーだったんですね。キラーだったんですね。俺も分かんなかったですけど。はい、やりました。もういきなり乗ってますね。これはもうね、蝶野ボックスですね。どうわかんない。天山ボックスかもしれない。そこは。はい、じゃあ1枚目。もうちょっとズームしたらいいかな。はい。はい、行きまーす。お願いします。いいなぁ。もう、PR でもいいわ。グレード4なんですね、PR の蝶野。はい、ランスアーチャー。はい、まあね、まあさっきね、まあかっこいいチョークスラムと、ね。そうですね。はい。かっこいいチョークスラム。かっこいいチョークスラム。炎がね、ボーッつって。次ですよ、問題は。はい。うん、お、キラだ、キラ。あ、キラ、光ってますね。まあダブルですね。バレットクラブって書いてますね。お、つうことは、あ、え、何これはまさか、あ、そっちか。でもね、マジックキラーは意外とね、はい、人気あるカードですから、まあ、そうですよね、はい、ここのところね、このヤングバックスといい、あのあいつらキラーボムのあの二人といい、はい、ね、ちょっと高値というか、タック屋のカードは意外とあれですよね。そうなんですよね、みんな、うん、まあね、勝ちやすいですからね。そう、なんだかんだでね、強いんですよ、金プロで。そのタック屋って連携が高いから、そうですよね、必然的に強いんですよね。どうやってんだっけ、俺開けるのは適当でいいですよ、別に。すぐ切ってるとかみんなそんな興味ないと思うんでね。はい、蝶野の頭をざっくりいきなり、まあマジックキラーね。そうですね、まあ、悪くないじゃないですか。はい、イブシ。イブシ今回ね、なんでダメだったんですか、これ。出なくなっちゃったんですか。あれ見てないですか。なんか俺試合見てないんですけど、ほら怪我ですか。そう、誰でしたっけ、串田に、はいはいはい、IWGP ジュニア取られた時のやつがちょっと引きずってるみたいな感じみたいですよ。そうなんですね。その試合もね、もうヘロヘロだったんですって見てみるんですけど。はい、ハイキック、これね、どっかで見たこの前の段のトリプルレアの、ね、この使い回しが華々しいですよね。いいじゃないですか、もう。はい、あ、これはまあレアですね。はい、はい、PK、 PK、 武道バージョンの PK、うん、微妙です。今度でも友情でいいかもしれないですね。だから今度ザ・ミックもシモドリラどうですか。シモドリラか。シモドリラね。シモドリラね、あれね、賞賛でもできますからね。いや、うん、でもね、まあ、シモドリラ秘話みたいのがあって、まあいずれね、まあ披露できると思うんですけど。はい、はい、開封いきましょう。はい、岡田。岡田、大人気の岡田。そうですね、最近には私も好きになってきましたよ。そうですね、この絵ね、あのバラエティーとか出てると本当にこのいいやつだなー感が、僕もね、好感持ってきました。そうですよね、最初ね、なんかやっぱりこう、あの、なんつうのかな、やっぱ、うん、若いやつの台頭してきたのって素直に受け入れられないんですよ。そうですよね、僕たちおじさんには。で、なんかすかした顔してね、そうそう、なんかやってたけどね。だけどね、なんか素の岡田が見えてきたら意外とね。そうなんですよ、本当にね、うん、本当ベビーフェイス、ね、そうそう、本当ヒールなんだけどベビーフェイスですね、根っからの。そうですね、これね、人気出てたのは皆さん見抜いてたのかな、岡田のこの。さすがですね、皆さん、うん、あれ、はい、はい、コーナードロップキック、これもね、あの段によってはダブルレアぐらいでもね、ちょっとこの跳躍力すごくないですか、これ。そうですね、これはすごい写真使いましたね。本当にこの身体能力も本当すごいから、うん、この写真すごいな。やっぱりね、そう、いろんな意味でやっぱ人気があるんでしょうね。しかもね、こんだけ飛んで足がさらに自分の体より上がってるっていうのはちょっとすごいですよね。すごいですね、これね、なんか走り高跳びとかね、やってもらいたいです、オリンピックとか。いいですね、はい、お、あ、来た、来ちゃった、ほら、俺当たり、当たりです。本当ですか。
ファレー、バッドラックファレー、まあダブルレアの中では、うん、俺ね意外とね外人ですもんね。そう外人好きなんで ね当たりです。ダブルレアの中では当たり。でもグレード3ですよ。グレード3はノートンがいるじゃないですか。ノートンねニックさんには勝てない。全く勝てない。あのね公式リーグ戦で、はい、あの最後の1日まであのノートンをずっと、はい、貯めといたんですよ。海外遠征でね、はい、もうポイント23とかになってるんですよプラス。で最後の試合に出したら簡単に負けてくれましたね。まあ定格率ですからね。鈴木みのるあってなんぼさ。そうなんですよ ねでもファレね今ブーストがねまだほらあそうですね、あの変な出てないです、ね、親指のやつしか出てないですからね。そうそうそう親指のやつってふざけやがって。はいはい、シェルトン・ベンジャミン。ベンジャミン、はい、まあこのまだねいい選手なんですけどね、まあ、身体能力がね、はい、やっぱり外人ですよ。使ったらどうですか。いやでもねこれねダブルアームスープレックスですからね。ペイダートがあるじゃないですか。なんでだよって話ですよ。はい、次なんかさあ次、うん、あこれもレアですね。レアです。これはあね、うん、これはあまり触れるところがありません。はい、次今何パック目ですか。1,2,3 これで5パック目です。半分半分きましたよ。まあそうですね、ダブルレアが2枚です。あ2枚ですね。ダブルレアは2枚ですよね。いいんじゃないですか。トリプルレアの、ね、そうですね、まだね、はい、期待が、はい、はい、デイビーボイス、ね、これねなんか出てます今あのテレビというか試合に。最近ランス・アーチャーもそうですよね、あんま出てないですよね。ランス・アーチャー出てるのかな、分かんないですけど出てない気がする。最近いない気がするんですが。はい、ノーコメント。そうですね、これ喧嘩キック入れてくれよっつね、これ入れるんだったら喧嘩キックはトリプルレア出るんじゃないですか。まあそうですね。あまたレアですね。あ石井ちゃんです、ね、石井ちゃん今回石井ドリラーがねトリプルレア。そうなんですよ、俺ね前のね5段の石井ね全部売っちゃいました。だからこれ使うしかない。人気レスラーです。本当ですよ、もう出すなら出すってね言ってくれないと。石井ね、まあね、なんか最近ちょっとマンネリしちゃってるんですけどね。そう僕もね石井の試合はね面白いってのは分かってんだけどね、ちょっとねちょっと飽きてきちゃったな。なんかどの選手とやってもねちょっと同じ試合になっちゃうんで。いや、まあ、すげえいい試合なんですよどの試合もね。それは分かってるんですけど、はい、これでも今回あれですよね、あのコモンでもちょっとあの凝ってますよね、あのデザインが。そうですね、これクラスって今までだとレアぐらいでね、あのあんまりねエフェクトみたいなのついてなかったですもんね。そうなんですよ、煙みたいなね、なんでしょう、はい、グラネードこれですね、はい、それ使ってください。これねどうなんでしょう。お光ってる、すげえ光ってる。んアリスト、あアリストトリストって書いてある。超確定、あダブルの方です。しかし来ましたね。いやでもいいでしょう、はい、ダブルの方はつうことはもうまだトリプルレアが。そうなんです、トリプルレアがまだ2枚とも残ってます。そうですね、ここでねあの PR 超の、そしてダブルレア超の、そしたらもうトリプルレア超の、あ、ね、そんなない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 。ここでね、ミラクル、ね、天山とかね小島とか出たらね、あそれ言うと出ます。言うと出ます。裏霞出ます。いや頼みやすよ、頼みやす。新宿まで行ってきたんだよ。仕事中に。ダメだ仕事中。勝利の女神がいるならば中村。真夏の女神ね。はい、ああ、まあね顧問なんで今回はちょっとね。うん。ブルブルと。はい、まあねこれね本当の生粋のファンは使ったりするんでしょうね。そうですね。金プロでも。この技ね。うん。でこっからなんだボンマイエ。そうそうそう。はい。あこれは違います。なかなか粘りますね。そうですね。ああこれ友情のやつですね。これ見に行きましたよね。何がですか。これこの試合、これの試合ではなかったでしたっけ。わかんないです。なんか後藤と柴田が戦ってあの友情の粘りみたいな。そう。ああこれなんかリアルに、これ違うのかな。わかんないです。まあいいや。まだです。さあミックさん、あと3パック。あと3パックです。でもうトリプルレアがまだ。2枚は確定だから。であと SP じゃないですか、ね、じゃあそんなうまくいかねえだろ。そしたらね私ね叫びますよ。ミスターシモさんのねあの、さんあの本名とあの住所。ダメだダメだダメだ。さあこっからはもう本当に、はい、はい、来たスイーツ真壁、うん、
はい、私ねこれね中目黒でね見ました。はい、ね、声かければよかったんですけどねちょっと怖かったです。さあでナックルパート、そうですね、ナックルパート、ね、これね本当にね何度も言うようですけどね、これ入れんだったら喧嘩機器入れてくれよっつって、これねいつもやるほんと代名詞的な技です。さあ次はもうくんじゃないですか、そろそろ1枚目のトリプルレア、あれば来た、あれあーったー、スタイルズクラッシュバスーン、全然まあね、まあ大当たりじゃないですか、そうですよね、はい、うん、はい、ちょっとね超のかと思ったんでねちょっとね気抜いちゃいました、ごめんなさい。これはこれでいいカードです、これはこれで大当たりです、ズバッ、皆さん欲しいとこだと思います。はい、はい、なかなかね、そうですね、なかなか盛り上げてくれますよ、そうですよ、ここもう一回トリプルレア欲しいですね、そしたら SP の可能性も残りますからね、そうですね、はい、ナイト、うん、ナイト、まあなんだかんだで新日本で僕が一番推してる、まあそうですよね、いいやつっぽいんですよね、すごくなんかね、こうかっこいいことやろうとするとこがねもったいない。なんかほら顔はどっちかというとがむしゃらに戦いそうな顔だから、まあね、もっとねもう汗臭いとこ見せてもいいと思うんですよね、ガチャピンみたいな感じなんですね。これねこれ綺麗なんですよね、このキック、うん、ナイト本当技はね全部一個すごい綺麗なのが多い、さあ来い、よし、キラだ、あー、アリストトリストが出た、本当に出た、来たー、 STA、 悔しい。そして今ねまだ1枚残ってますが、す SP の可能性も残していますよ、皆さん本当にこれが超のパックだったら、そうですよ、超のボックスだったらSP ちょうど来ますか、来た STF、 これね何度ね中学生の頃ね友達にかけたことか、ひどいひどい。後輩どもにひどいひどいひどいね、私ねやりましたよこれは、 STF ね来ましたね、ミックさんありがとうございます、技じゃないですか、両方とも技、スタイルズクラッシュも STF もはっきり言って当たり、そうですよね、トリプルレアです、ね、今回のは、はい、私良かったです、本当ね、天山とか出なくて、仕事中回避ね、本当です、仕事中回避っちゃダメです、言っちゃいましたよもう思わず。中二かって。はい、じゃあ最後 SP で締めてもらいましょう、はい、あ、来た、これね、はい、何の写真だよこれ、何の時の写真。はいはい、テイクドロップキック、はい、じゃあ最後頼む、さすがにそうはわからない、あ、でも蝶野ですね、まあまあそうですね、でも蝶野、うん、そうですね、まあ蝶野にちなんだね、蝶野ボックスでしたね、本当に、確かに蝶野関連何枚出てんだってね、結構出ましたよね、はい、PR 含め、あ、これはいい。ちょっとまとめますか、そうですね、そしてまずこの PR、はい、PR 蝶野、これ光ってましたね、うん、俺光ってると思ってなかったんで、そう、これがキラだったんですね、そうですね、はい、この中ほら、うん、結構いい感じですよ、はい、で来た、 STF、 いいなぁ、ちょっと素直にこれは羨ましい、そうですね、これはいいですね、はい、でスタイルズクラッシュもいいですね、いいですね、うん、うん、そしてはい、ダブルレアの蝶野、はい、全然見えないです顔が。ミスター G1、 これねアリストリスね、あの恵比寿にあるんですよこれお店、はい、私ねあのね専門学校の時ね行きました。でね、あの蝶野がつけてるペンダント買ったんですけどね、もうどこ行ったか分かんないです。はい、でファレイ、うん、マジックキラー、今回当たりじゃないですかね、ミックさんね、そうですね、全体的に良かったんじゃないでしょうか、はい、あれあってあれもう、じゃあ、はい、ここで一回締めましょう、そうですね、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。